タスクバーから、エッジをクリックします。他の操作ボタンをクリックします。設定をクリックします。下にスクロールします。 詳細設定を表示をクリックします。adobe flash player を使うをオンにします。エッジの画面をクリックします。エッジでフラッシュムービーが閲覧できるようになりました。